ビールインタビューです。まずは鈴木博之投手です。おめでとうございます。誕生日の今日です。いかがですか？そうですね、嬉しいです。はい、今シーズンは大谷の大変のシーズンとなりました。どういう決意でしたか？去年の夏の途中からホームを変えて、まあ、すごい自分の中でも覚悟を決めてここまでやってきて、こうやってしっかり成績がついていくことは本当に嬉しいと思います。そして今日はどちらかホームと明らかに変わっての登板となりました。どんな気持ちでした？昨日引き分けで今日の勝ちっていうのはすごい大事なものだと思っていて、その中でしっかり自分の仕事ができて次のピッチャーにバトンを渡したことは良かったなと思います。前回ランナー2塁に行った時はどうだったですか？そうですね、まあ、今までだったら焦ってしまうところだったり力んでしまうところがあったんですけど、まあ、比較的落ち着いて自分の投球ができたのが良かったです。これをきっかけにどんどん積み重ねていったらいいなと思います。はい、さあそして見事な勝ち越しタイムリーヒット根尾昂選手です。おめでとうございます。まずこの番組の裏部屋で初ヒットを打った今の気持ち聞かせてください。自分の登場曲が分かったときに、ファンの皆さんの、大きな声援を、そこを感じながらプレーをしていて、なかなか打ててなかったので、非常にこう早く1本打ちたいなと思って、いいところで1本打てよかったです。どういう気持ちだったんですか？まあ、自分の前でピッチャーも変わりましたし、その通り言いましたね。そうですね、もう自分の気持ちがそのバットに乗り移った感じでした。はい、はい、そして初打点気分はどうですか？やっぱりチャンスで回ってくることも多いですし、まあ、十分気持ちでバントすることもありますし、まあ、今日はタイムリーっていう結果だったので、まあ、次またチャンスで回ってくるときに、十分に気持ちで打点を準備ができるように頑張っていきたいと思います。準備はホームランも打ちたいですね。そうですね、はい、皆さんの方がまだ頑張りますよ。そうですね、やっぱり一本の動きを毎試合試合と思ってますし、ファンの皆様が推して応援してくださっているおかげで出てるわけなんで、もらえるように、お願いしたいと思います。では、次の年に明日への決意、お願いいたします。はい、今日も叩いて叩いたんですけど、明日はしっかりとゲーム準備して最高準備をしたいなと思います。